猪苗代湖から檜枝岐村へ向かっている文献さん。この日、南会津町の会津荒海駅からスタートです。今日は会津高原尾瀬口駅まで9キロです。奥会津どんどん行きますよ。朝一番の出会いが荒海中学校なんですけど。荒海中学校、はい、私校長のお家で行きますね。学級でよくゴミ拾いしたり、地域回ってゴミ拾いしたりしてて、子供たちにも話すんですけども、はい、やはり将来の夢などを持ちますよね、はい、夢をつかむ、目の前のゴミ一つつかめないで夢つかめるからなんていうことで。学校にお邪魔してみると、ようこそ荒海中学校へ。おー、荒海中学校。離れていてもポーズで頑張れよ、生徒からは頑張りますという思いが。花中ポーズ。毎朝私の正門のところでおはよう、今日も一日頑張ろう。花中ポーズ。そしてあの言葉も浸透しています。目の前のゴミを拾えない人は目の前の夢を拾えない。疲れちゃった。夢ある人。いいよ、何？プロ野球選手になることです。ダボなんです。ダボなのね。え、どっちがお兄ちゃん？こっちです。お、じゃあ弟くんも自分の夢言ってみて。芸人になります。で、早速優待離脱。拾ってる？拾ってます。おお、即答じゃん。じゃあ夢つかめるね。つかめます。校長先生、はい、頼もしいですね。頼もしいです。誇れる生徒たちです。文献さんもパワーをもらいました。引き続き進む奥会津。文献さんの夢、道端のゴミゼロを目指して。この日、文献さんは郡山市の浅香高校へ。校長室で連絡をくれた生徒さんを待っていると。はい、どうぞ。その生徒さんです。呼んでいただきありがとうございます。いや、すごい楽しみにしていたので。おー、ありがとうございます。これを、お、何何いただいて。え、急に。はい。何やらアイマスクを。よし、目隠ししてもやっぱりかっこいいです。本当かよ。一体どこに連れて行かれるのでしょうか。生徒さんたちとゴミ拾い活動のはずですが。外していいんですか。はい、おお、あえーさあ、すごい。これからもゴミ拾い頑張ってください。ありがとうございます。すごい、びっくりした。練習したのこれ。いや、あんまり。みんなと希望のかけら拾いをしに来ました。サプライズで応援してくれた生徒たち。あ、
隠した文献さんどうだった？いや、かっこよかったです。分かってるね。希望のかけら、拾うぞ！元気よく活動開始。希望のかけら！希望のかけら、取ったぞ！希望の光、ゲット！惜しいよ、希望のかけらね！希望のかけら！あ、いいな！希望のかけら！皆さん、素晴らしい、元気いっぱいですね！文献さんも負けてはいられません。希望のかけら！そして応援団のパワー見せてよ、一発。あれ、ゴリラじゃん。希望のかけら、希望のかけら。やっぱ応援団違うな。学校の周りをきれいにしていく生徒たち。希望のかけら、希望のかけら、希望のかけら。素晴らしい。普段何気なく通っている通学路には意外とまああってびっくりしてますね、正直。これからもちょっとボランティアとかできたらいいなって思います。今回連絡をくれたリーダーの立川さんは、環境のためにこれから僕たちが先導していく未来ってなると、やっぱりそこを守っていきたいなっていう。かっこいいよ。40分ほどの活動で、ありがとう。結構あったね。いや、拾いました。ねえ、卵がすごいよ。おー、いいね。おみんなで拾い集めた希望のかけらたち。学校の周り、きれいにしたぞー。